こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。元気です。元気。よく分かった。今日はですね、五葉松です。五葉松。はい、赤松ではありません。はい、五葉松。今日やりたいのは、実は剪定と針金掛けと植え替えなんですけど、作業をね、何するかの前に、この木ってどういう木で、特徴はどういう木で、今こういう状態だからこうしたいという目的があって作業があるわけなんで、はい、まずこの木の特徴というのを話すると、ちょっと今汚いんですけど、足元がすごいんですよ。太いですよね。太いんですよね。さっきね、測ったらね、27センチ。高さ？高さですね。27センチでこれだけの太さ、まあ、本当は希望20センチの商品にしたいんですけど、まあ、20センチでこれだけの、ね、太さっていうのはなかなかあの展示会の商品盆栽の天にもね、御用でこんだけ太い木ってなかなかないんで飾れればいいんですけど、まあ、目標20センチですけどね、高さですね、うん、で一つはこの足元が太くていいよというところと、葉梢がね、この木すごい短いんですよ。そうですね、うん、五葉松は葉梢だって言われるんですけど、うん、これは非常に葉梢が短くていいと、うん、ただこれが今どういう状態かっていうと、もうみんな枝伸びしちゃったんですね、うん、ね、5年ぐらいはもう植え替えしてなくて、はい、で先ほど言った小さくて太いから価値があるんで、うん、大きくしたくないということで、やっぱりギリギリのこの鉢に、はい、こうね、いっぱいいっぱいですね、飛び出しちゃってるぐらい、まあ、要は締め付けて食ったということで、まあ、大きさはそれほど大きくならなかったんだけども、もっとね、枝がたくさん、小枝と枝葉があったんですけど、それが全部飛んじゃったということなんで、じゃあ今何やろうかっていうと、やっぱり樹高をまたもう少し低くしたいということで、一つはね、頭を取っちゃおうかなと。この辺取っちゃ立て替える、うん、ちょっとね、こう上すぐ伸びてる感じが見えると思うんですけど、うん、これを切ってこの辺に立て替えて頭を作り替える、で樹高を下げるということを一つと、まあ、針金をかけてもう少し凝縮させて、今ね気になってるのがこの枝とこの枝ですね。ここは割と近いところにあると思うんですね。それなんでこれをどうするかっていうの一つ、それからこちらの二つ、この近くにあるということを、この2つの枝をどうするかと、こっちとこっちですね、はい、でまあ、これ見てわかるように、もともとやっぱりこの枝があったのがもう枯れたんですね、うん、それはやっぱり鉢があまり窮屈だったんで伸びられなかったということで枯れたんで、こちらに関してはこれ引っ張ってですね、ぐーっと後ろに持ってこいかなと。なるほど。そうするとここのこことこの重なりが少しかまされるかなというところが一つですね、うん、できるだけ元から引っ張った方がね、うん、これに関してはね、これは実は悩むところなんです。どっちを抜くのって、あるいは抜く、あるいは商品で作るとすれば、例えば両方抜いちゃって、両方抜いちゃう、うん、差し枝、例えばこれに立て替えてオーソドックスに作ろうとするとですね、ああ結構これ位置が低いんで、この低さをどう見るかってあるんですけど、うん、枝だけ見るとここは少し間延びしてるんで、こっちの方がここにも枝がある、で裏にも枝があるんで、うん、小枝の付き方としては上の方がいいんですけど、これだけの木でこの下から出てるこの枝ってのはまた貴重なんですね、うん、まあいろいろ話あるんですけど、とりあえずちょっとそれでどうなるか見てみて、ああでそうするとここの何もないところはこれでカバーできるんですね。このまっすぐのところはこれでカバーができる。で、これも少し後ろに見えるんで、そういうふうにちょっと作ってみたいなと。で、植え替えは元気をつけるために植え替えするんで、で、これも適期ではないんですけれども、その年元気つけるためではなくて、来年3月、4月にこういう懐からですね、芽を出させたい。こういう芽が大事になってくるんですね。芽の取っかかりとなるようなものを吹かせたいと。そのためにはまあ早めに植え替えしておいた方が、3月、場合によっては肥料を上げて、で4月以降にそういう芽が出る、まあ、きっかけになればなというところで、うん、まあ、来年のための植え替えということですね、うん、植え替えもするんですね。植え替えもしますね、あ、はい、あ、そうだ、植え替えもしますよね、うん、あ、植え替えちょっとやめますか、じゃあ今回は一旦ちょっとあれにしましょう。針金やるところまでで、なるほど、あれしましょうか。じゃあちょっと剪定からいきますか。ここにね、ちょっと割と太くから出てるいい枝があるんですけど、その下のここがもう完全に間延びしちゃってるんですね。ということを考えると、やっぱりそっくり取っちゃおうかなと。ここからですね、ここですね、こういきますね、はい、バチッと。でこいつで、頭を少しこう寄せていくと。とりあえずちょっとあれ、溶合剤塗っておきますね。それ溶合剤って言うんですか。あ、溶合剤じゃない、なんだっけ、溶合剤じゃない、カットパスタですね、溶合剤ですね。これ多分ね、抜くとだいぶ雰囲気変わると思うんですね。これを抜いてみたいと思います。頭としてだけでだいぶ小さく見えますね、やっぱね。あ、でしょうね。多分少し残して切りますね。ここですね。ここのとこ。はい。いきます。バシッ。
ます。これも保護しておきます。はい。これぐらいしかないんですけど、1個買うと相当持ちます。ほぼほぼ一生使えるんで、2個買うとね、使い切れるかなって。そんなに生きてるかなって。でもいいですね。なんか、あんまり気にならなくなった。変な話。短くなったために、同じ長さのやつが2つあったんですけど、短くなったから、なんかあんまり重なってるのが気にならなくなりましたね。棚っぽくなってます。そうですね。うん、なんで先ほど言った、ここら辺、ここの空いてるところを、ここら辺でこうカバーしてあげて、ちょっと先端長いの切ってもいいかもしれないな。抜いちゃいましょう。はい、抜いちゃおう。枯れてるんで。はい。で、これは、引っ張るんで、取ってきますね。はい、残しといて、で、ぎゅーっとこう引っ張って、ですね、今ここにあるやつを後ろに持っていきたいと。はい、そうですね。これだけちょっとやっちゃいましょうか。こっちはね、枯れてるんで保護する必要ないですから、はい、こちらだけタイヤチューブを設けて。何のタイヤなの？何なんですかね。これでもなんかホースですね。タイヤじゃない、ごめんなさい。ホースですね、これね。ビニールホース。多分、うん、そういうホースだと思いますね。ですかね、今日ね。今日は。まだね、柔らかいと思うんで、針金、ね、元をかけてないですけど、多分大丈夫だと思います。一応見ながら元のところ、ここケアしながらですね、ちょっと割れるぐらいでいいと思いますね。これで縛りながら、くっついちゃうぐらいまでいって全然、はい、動いてますよね。一応ケアしながら、できるだけ元から曲げた方がいいんですけど、元からの方が、裂けやすいと、湾曲した方がね、裂けづらいんですけど、やっぱり元からギュッと曲げたいと。空間埋まった感じがしますね。そうですね、うん、結構後ろパカッて開いてた。そう、完全に裏枝になったですね。どっちかな。そうですね、これでだいぶ後ろが埋まってきたと思いますね、うん。あ、それとここから見てもらって、ちょっと出が隠れましたよね。ここが2つ重なって見えてたのが、うん、後ろ持ってったから少し見えますけどね、超えるとね、こう、こことこれが重なって見えなくなってきた。なるほど。うん、ちょっと避けましたね。修復力はトップジンの方が。なるほど。はい。トパスタートップジンは盆栽キュストアで販売しております。はい。ということですね。一応言っとかれてますね。暑くないですか？暑いですね。宣伝のためにロングティー着てますけどね。体を張って。まだまだ夏ですもんね。まだまだね。結構ね、乾いて流れる時があるんで、お水で。じゃあ、あとは頭を少し作って、本来はね、下から作っていくんですけど、とりあえず一旦これでっていうところを見てもらいたいんで。はい。はい。最初に僕がこの木見て気になったのが、後ろの部分と、はい、後ろの部分今こう埋まったんですか？そうですね、これもちょっとね、もう一個ここの上、ここの多分枝が一個枯れたのか、ここがやっぱこう、はいはいはい、クレーターというかね、この辺がね、あ、ここがね、ここってなってるじゃないですか。枯れちゃいましたからね。ここをどこで補うのかな。あ、こういうのはね、上から下ろしていくしかないですね。こういうもので。あ、なるほど。こういうのでこう下ろしてきて、この辺で、うん、この辺でカバーできると思いますね。なるほど。はい、少し長い枝を剪定していきますね。はい、この辺がちょっと長いかな。この辺がね、ここは間延びしちゃってるから、これを切っちゃいます。ちょっと下から出てるんですけど、もったいないんで、残しておきますね。はい、少し一目一目ずつこう追い込んでいくといいと思います。こういうのもですね。内側に一つ芽があるんで、はい。はい、流れとしてはこちらに しますんで、ちょっとこちら、多めに切るという感じで、これですね、これ先端ですね。少しこう間ないんで、うん、はい、詰める。これやっぱ針金かける手間を省くためってことですよね。うん、まあ手間もそうですけど、でこう追い込んでできるだけ締まった木にしたいんで、うん、それと先端を詰めることによって五葉松ってこう懐からの芽吹きを促すんで、出させる意味でも先端を詰めると、うん、そうですね。こういうところですね。こういうところもこう詰めていって、もともとね、これは生姜が短いいい生なんで、で芽吹きが割といいですから太りやすいんだと思いますね、もともと。あとはワンポイントアドバイスですけど、五葉松のやっぱり葉生っていうのは五葉松では一番、まあ、重要ってされてるんですね。赤松、黒松に比べると
植松って発症が大事だよって、うん、5月頃って芽がこうスーッと伸びる、うん、ありますよね。で芽が伸びちゃって芽を変えたりなんかして短く作るんですけど、こういうやつっていうのは伸びないんですね、うん、いわゆるコンペイトウ芽っていってちっちゃい芽があって、で芽が開いた状態ぐらいのものはちょうどだから5月のお祭りの頃が、うんうん、一番開いてそこで止まってる感じが一番よくて、あもう一番いいのはもっとちっちゃいコンペイトウ芽なんですけど、もしくはちっちゃく止まってるそこで少し伸びてる葉っていうのは葉鞘が伸びるタイプの症なんで、五葉松を買うなら5月、5月以降って感じですか、ね、5月のちょうどその芽の大きさ、うんうん、あの4月だと芽ちっちゃいから、まだちっちゃくて分かんないですよね、騙されちゃう、騙されちゃうっていうか、うん、そうそうそう、伸びる可能性がある、うん、もう当然あの業者の方はねそこら辺の水の調整だとか、うん、植え替えでねあえて5月に伸びないためにやるとかね、うん、いろんなテクニックあるんですけど、我々が五葉松買う時に一番いいのは5月ですね、5月、うん、で芽の短いやつを買うっていうのがポイントですね、うん、ぜひお祭りの時は五葉松を。これも切ってなんですけど、懐に芽があるんですよ、これ幸い。これですね、これをどうしようかなと思ってて、はい、った時見た時に元にほら、ね、こういうものとかこういうのとかありますよね、うん、このいい枝がすごくいい枝があって、はい、であればもうこれはここから切っちゃっていいかなって、うん、それだこちら側へ流れる木なんで、これを切ることによって、懐の芽に力を蓄えるということなんで、これも切っちゃう。そうするとなんとなくこれがこちらへ行って見えてくると思うんですね。これはね前なんです、やっぱり少し詰めていきたいんで、ちょっとこの辺太っちゃってるんで、これを切る、上のやつを切る、長い方、これ短いのありますからね、こういう時はもう上とか下とか関係なく長い方を切っていく、で追い込んでいくってことですね。さあこの辺いいかな、大体、はい、はい、針金掛けは下からですか？下からですね。最近18番をよく使いますね。そうした小枝も掛けられるし、場合によっては最後まで18番で掛け切っちゃうっていうのがあるんで、うん、この木がね、ヒノキ舞台に上がることがあるかどうか、なかなか珍しいスタイルというか、うん、ないんでね。黒松っぽい感じですかね。ね、こんだけ太いのはね。うん、これで20センチ以下になったらもう欲しい人いっぱいいるでしょうね。いや、この状態でも全然いっぱいいると思いますけど、うん、もっと高くできそうな、まあまあそうですね、金額的にね、あの化ける木ですよね、化ける木、この枝はそう下に下がってたんで上に上げて、ここら辺の懐をカバーしてあげる、うん、で先端は少し下げてあげてですね、でこういうのをこうかぶってくると、そうするとこれで棚ができますよね。最近ずるい描き方っていうかね、極力針金をかけない時短術みたいなそうそうそう、こういう枝も普通みんなこう横に横にってするんですよね。だってこう横に横に、はいはい、こういうふうに横に横にやるじゃないですか、うん、枝があって小枝をこういうふうにこういうふうに横にする、うん、あえてこれ立てるんですね、こう立てて、これもそうですね、ちょっとよくわかんないです。あ、そっか、立てるってどういうことですか。これは上向いてるじゃないですか、はい、そうするともかけなくていいですね。あ、細かいやつ、細かいやつ、これで棚ができちゃうわけですね、横にせずに縦にするから目起こししなくていいから、細かい針金をかけなくていい。そうそう、横にすると横にしてそこがガランと開いちゃうんですね、うん、でここを埋めるためにこう横に行くやつをこうする、こんもりしたと思うんですよね、うん、この上の立ってる枝があるから。でも後々なんか面倒くさくはならないですか。ああ、いいんです、いいんです、これで大丈夫です、ね、こういう木なんか、これも芽が今この枝に対して横に行ってますよね。これがこの枝に対して横に行ってますよね、うん、これは横でよければ横でもいいし、少しこう起こしてあげると少し立ってくるわけですね。だから盆栽だと上とか下から出た枝ってよくない。そう、よくないって言うんですけど、上の枝は、使い道があります、いっぱい。なるほど、はい、あとだとまた横に倒すこともあるかもしれない。あ、そうそうそう、それもできますしね。日の丸流時短術。あ、そうですね、あの面倒くさがり屋の私ができるだけ針金かけずに、数多いですからね、それらしく見せようという、うん、本来盆栽教室だと怒られるやつですね。そうですね。勝手ねえじゃないかって。なんか教室入ってドヤ顔でそれをやってると違うぞって、全然そうそう怒られるやつですね。
その時は昼間流なんです。昼間流なんです。やめちまえって言われる。やめちまえって。そんな聞いたことねえって。誰だそれ。習いに行ってんのに。昼間流ですと。なんだそれ。これもそうですね。だからこれもかけてないんですね、これね。うん。だけどいいところに持ってくるわけですね。なるほど。でこれなんかもどうしようかって、今これが左右にこう開いてるわけですけど、こいつをねじりながらこういうふうにやってくるとこれが上に上がってくるわけですよね。はい、はい。今でもいいですね、横並びにちょうど。そう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 、そうなんですよね。で先端はちょっとこう起こしてあげると、うん、大体3分の1ぐらい。そうですね、まだ本当にまだ棚っぽくですね、うん、なりました。ね、枝いっぱいあるんですけど、うん、これらしく見せるというね。それらしく見せる。おまかしの日。穴掛けだけでね、こうやって棚っぽく。そうですね。なるのはすごい。だから穴掛けって言っても併用ですかね。18番と22番の併用みたいな、そんな書き方ですね。うん、穴掛け。穴掛けなんだけど、どうしたって細かい枝掛けないといけないところもあるんで。うん、間みたいな。そうですね。穴掛けと、なんていうんですか、本掛け。うんうん、そうですね。はい、結構進みました、はい。そうですね、ちょっとね、今抜いちゃったんですけど、ここはね、少し重たい感じがあって、一つはここにあった枝、ごめんなさい、先抜いちゃったんですけど、一本抜きました。それで、でもここちょっと多いんですけど、とりあえず棚を分けて買う。場合によってはこれそっくり取っちゃうっていうのあるかもしれないんですけど、とりあえずここだけ抜きましたっていうことですね。であとね、今これですね、この枝ここから見た時にだいぶこう棚がねポーンとできた中でちょっと長いかなっていうのがあって、でここだけでもうん十分いけちゃうんで、この先端ですね、これですね、はい、これだけでも多分一つ固まると思うんで、これだけ抜いちゃいますね。左流れですもんね。こっち流れですからね。右をちょっと。はい。ここで間延びしてるからですね。ここね、ぐーっとね、はい、いっちゃいますね。はい。そっくり取っちゃいましょう。え、こういうね、長い枝も結構あるんで、こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか。はい、で、こういう細かい枝もあるんですけど、使えないと思うな。このね、棚を作ってからにしますね、そしたら。はい、この棚を作ってから、これどうするか、うん。とりあえず、ちょっと長いやつだけ、とりあえず切っておきますね。はい、これと、あとこれですね。で、この短いやつだけで作れるかどうか、はい、ちょっと下を作ってから考えます。はい。一応針金かけは大体ですけど、かけてない枝いっぱいあるんですけど、ごまかしの針金かけをしまして、上から見るとこんな感じで、うん、まあポンポンポンとね、間がないように、さっき言ってたこれのやつもこれで埋めるとかね、はいはい、これでこう持ってくるとかいうところで。とりあえずこれで一旦苔を少し取ります、これ、はい、あまりにも汚いん でとりあえずこの形での完成というのをした上で、やっぱりあの植え替えもしたくなっちゃったんで、はい、植え替えは広い鉢に。そうですね、大きい鉢に、うん、これも来年春以降ですね、充実させるためにという意味でね、はい、とりあえずちょっと取りますね、苔を、はい、掃除します。掃除したんですけど、そうするとね、今度気になってくるのが、あの細かい根が、うん、苔がたくさん張ってあったんで、こういう細かい根がちょっと上の方からあるんで、うん、これをちょっと切ってきますね、はい。はい。いよいよでもこういう粘りがね、あらわになったというところなんで、うん、やっぱこれちょっと深いして、ちょっと、あれ高さ上がってみましょうか。最初が何センチでしたっけ？27センチありますね。27センチ。はい。27センチあって、21あるかな、これ 20.5 って感じ。あ、そう、そんなにいった。あ、本当。嬉しい。そう、あ、まあ、うん、まあ、22っちゃ22、20.5？ うん、22ぐらいに見えちゃうんだけど。22ぐらいに見えるな。見えますね。ね、まあサービスで言ってくれたんです。あ、でもカメラで見ると22かな、一番高いところで高いところでね、まあもうちょいでもギリギリかな、5センチ減、うん、あの多分虚空なんかの、 あの天だったらこれぐらい大きさは飾ってると思うんですね。まああと2センチか、だから深入れ しちゃえば、そういう意味じゃね、センチぐらい深く入れちゃえばいけちゃうところですね。さっき話してたのは20センチ以下だと商品盆栽ですね。盆栽、今これは商品じゃない、寄付というのか、だから本当は大きさで言うと、まあ寄付ってなるんですけど、
まあ商品で飾れるかどうかっていうのはギリギリですよね、うん、将来どうするかなんですけど、このね、前枝が、はい、まあ今ちょっとほぼ完成形っていう形でこの鉢に入ってるんで、はい、話すとこれが少しやっぱりどうなんだろうなっていうのはあるんですけど、これがねなくなるとここがもろに見えてくるんですよね、この切ったところが。なるほど、うん、だから本当はここに枝があるか、もしくはこの枝がこう前に入ってきてこの辺を埋めてくれるとなると、うん、この枝っていうのはいらなくなってくるかもしれない。あともう一つはこれですね、これ何も針金かけてないんですけど、うん、懐から出ててもったいないんで取ったらいいんですけど、まあ通常ならこれなくても構わないという枝ですね、うん、取っちゃってもいいんですけど、一応まあ懐からあるんで少し様子見て、まあ、いつでもこう切れるんでというところですね。残しておくと、はい、今一応残しておくというところですね。いい枝ですもんね。うん、いい枝ですね、うん、でこことこのバランス、ここはもう解消されましたね、完璧にね。スタートの映像を見てもらえると分かると思うんですけど、ここはね完全にこう上につながってたんですけ ど、 後ろへ持ってきたことで、パッタペットですね、これも埋まったし、正面から見て重なってる感じは見えないと、うん、まあ、あとはこうですね、ここどうするかですね、うん、将来これ取っちゃうっていうのもあるかもしれないし、うん、これを抜いちゃうっていうのはあるかもしれないし、はい、植え替えということで、そうですね、植え替えっていうのを、植え替えというよりも鉢を緩めるっていう意味合いですね、うん、ですから来年のためにということで、はい、はい、ちょっとやっていきたいと思います。カンちゃんアドバイス、カンタのワンポイントアドバイスが、はい、まあいいんじゃないのって言う中で名前これをもう少しこう伸ばしたらいいんじゃないかって、うん、まあ、伸ばすのはね、これからの作業なので、伸ばすと同時に、やっぱこれの行きどころがあって、こいつをこの上に乗っけちゃった方がいいんじゃないのって、いや一つにしちゃった方が。うん。うん、すると、まあ確かにここの違和感がね、なくなってきた。上の枝でこうカバーするような形になるんですけど、うん、棚として一つにしちゃうっていうのがあるね、と。差し入れでも強く、もうちょっと強く。まあ強くそうです ね、 ですね。長くして全体にしっかり、うん、あのボリュームを持たせてってことですよね。うん、まあある人はね、これを逆に上げろって言ってたんで、まあそれもあったんでね、そういうのもありますよってことで植え替えをちゃうお願いします、はい、この時期に植え替えしていいのって思うかもしれませんが、あ、そうですね、詳しくは秋の植え替え動画が、まあ本来はね、やる時期ではないんですけども、あくまでも来年のためにということで、はい、お、風がいいですね、風が気持ちいい、はい、暑いです暑いですよね、8月ですね、8月ですね、はい、これを見てね、 お一人でも買ってみようかなって思う人がね忍耐との勝負で頑張ってます。自分の木を描いてある T シャツを着てるお客さんとか来たら嬉しいですよね。ああ嬉しい嬉しい嬉しいですよね、うん、そう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 、一緒にね、なんか写真撮らせてくれなんて、ね、ね、あるかもしれないですよね。当日買って着替えてもいいですけど、そうですよね、撮りたいって、私とって言ったら、うん、いやいや来ととか言われて ありがちですよね、ありがち、恥ずかしい思いしちゃうっていうね。あ、これこの間動画見てたら、これ反対にやる人いるんですね、この針金止めるのを。 あれじゃないですか、商品の人とかじゃなくて、あ、じゃなくてね、あのこちら側に輪っかを作って手前側に針金入れてこう開く止める、うんうん、まあどっちでもいいわけですよね、まあ、要は網とあの鉢を固定するわけなんで。え、網が外側に出てるってことですか。網はいやいや普通に網は内側なんですか。こうなんですよ、で結局あの針金でこう止めるわけですから、でそれで開くから やってみましょうか。開いて止めるってこと。開いて止める。これで開けば止まりますよね。で、なんでかっていうと、展示会なんかで足の浅い土なんかをこれで止めると、この先端で傷つく。触が。あ、触が傷つく。触が傷つく。あの南蛮鉢なんか足ないですよね。はいはいはい、こういう鉢は足あるんですけど、あれ勉強になりましたね。なるほど、その発想は。いや、すごいあのプロの方ですよね。会長からはね、もう常々展示の時は絶対食ってこうずっちゃいけないよって、うん、必ずこう上に上げないとって、それは盆栽を乗せたりとか外す時もそうなんですけど、そこも厳しく指導されてるんですけ ど、まあそれであってもやっぱり借りてる食ってありますからね。そうですね、うん、絶対傷つけちゃいけないっていう。結構いろんな人が搬入とかね、搬入やりますよ。で ずるんですよ、特に大きい木なんかどうしたって力がないから、手前に引っ張ってね、こう持ち上げたりとか、うん、絶対やっちゃいけないっていう。職はね、気づけないようにこう上に持ち上げる、上から乗せるっていう礼儀ですよね、うん、それで、土はですね、ちょっと炭は少し入れるんですけど、
これが桐生と、大体3割ぐらいが桐生の赤玉と桐生ですね。当然から持って帰った泥棒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 土は持って帰ってないけど、これ足んねえなと思ったんだけど、この中に入ってましたけどね、1個、はい、これが日向ボロボロですけど、日向土というやつですね。はい、はい、ね、なんかトリプルミックスのね、ミックスのってことですね。まあ一番多いのが赤玉で、次が日向で、3番目が黄色。水はけがいいってこと。そうですね、大きい方が水はけがいいですね。砂っぽいですね、ちょっと、ね、そうそうそう、あ、ちょっと軽いですね、それでね、うん、だから赤玉はね、その水持ちを良くするために水分を、ね、含むんですけど、やっぱり水はけが良くするっていう、あと酸化もしづらいんじゃないかなっていう、その水をずっと持ってないんで、うん、赤玉土が酸化するに対して酸化しづらいんじゃないかなっていう気はします。逆を言うと水持ちがちょっと悪いってこと。あ、そうですね、だから管理はしっかりしなきゃいけない。で、あれですね、例のやつですね。はい、これの例の、これはね、販売中、絶対販売中です。全然、めちゃめちゃ噛んだよな。安いんですもんね、これね、1000いくらでしたもんね。1000円ぐらいですね。安いよな。あ、やっぱりだからこれ見ると土の色がこう違いますよね、うん、中と外と。この辺が少しもう少し古いというか酸化しかけてるかもしれないですね。ちょっと取りましょうかね、これね、表面の。植え替えはいつでしたっけ。5年ぐらいやってないですね。5年、うん、じゃあそろそろ。まあそうですね、最近ねちょっとペーハーを気にしてて、赤玉とかそこら辺が桐生とかはそうなんですけど、6から7ぐらい弱アルカリなんですよね、うん、で基本的には弱アルカリがいいんですけど、酸性の方になっていっちゃうといけないんで、炭がね少しそこら辺を抑制するのかなと、酸化防止に、うん、なんで炭入れんのってね、いろいろバクテリアが宿るとかあると思うんですけど、炭がですね、多すぎるとアルカリが強すぎちゃうという先生がここに前にいて、炭にですね木山酢、あ、いわゆる 酢だから酸ですよね、臭いやつですよね、ただあれもいわゆる消毒というか入れる人いるんですけど、あの木酸酢を、炭に少し入れて、はい、pH を調整して使ってるって人いましたね。僕の体感でですよ、はい、ここまででもう20分超えてるから長いか気まずいんで植え替えはちょっとあれ、そうですね、カット目、まあ、カット目と根はあんまり伸びてないかもしれないですね、うん、ちょっとベチャっていう土ですもんね、うん、あ、だからほらちょっと黒いですよね、土がこの辺茶色ですけど、うん、結構やばかったっていう感じですよね、うん、だからこれがまた新しい土で更新されてまた、うん、そうですね、うん、pH6 から7ぐらいに戻ってくると、うん、ちょっと黒い土やっぱありますね、うん、結構やっぱギリギリだった、あ、ちょっと酸化してるドブみたいな匂い、うん、ちょっと酸化してますね、やっぱりこの黒いのは。あ、でも良かったですね、気がついて、うん、だからこのままやってやっぱり来年3月4月になると、あのそこで植え替えて初めてそこから芽を出させようっていう1年がスタートになっちゃうん で、今のうちに植え替えしとけばもう準備万端ということなんで、うん、3月ぐらいからまあ新しい芽吹きができてくるかなとね、少ないですね、うん、やっぱり苦しんでたんですね。でましてやああいうデイバチって硬いんでね、高温で焼かれてて、あ、あの風とか水の通りが良くないんで、はい、良かったと思います、はい、もう根は全然一切切らずにですね、はいはい、立派な、うん、ですよね、これだけのね、あと2センチ縮まればものすごいやっぱ価値出るんじゃないですか、商品やってる人には。いいですね、足元見えるようになったから良くなりましたね。ああ、そうですね。ここの肌がちゃんと見えてきたら。汚かったからね。さっきまでは汚かったから、本当にこんだけ粘りがあるんだよっていうね。うん、汚染っていうか。かんぴょん。はい。はい、じゃあこんな感じで完成です。完成です。はい、暑いの我慢してやりました。はい、T シャツでやっぱりだからもうちょっと枝が充実し、うん、そうですね、してほしいところですね、してほしいですね、で少し懐を飛んだところが
ちょっとここを吹いてくれると、もともとね、懐結構目があったんで、吹きやすい木だと思うんで、そういうところが出てきてくれれば。で、植え替えしましたけど、ちょっと酸化しかけてたんで、やってよかったなと、そうですね。はい。今後が楽しみな。はい、そうですね。将来はこれこうやってもいいよと、ここを乗っけて、はい、っていう、かんちゃんのアドバイスが。ということで。ですね、9月23、24、25、違うか。そうですよね、23日の休みの日からですよね。はい、金曜日からやってますんで、いろいろまたそれはそれで紹介したいと思います。はい、ひるまさんもたくさんたくさん出しますんで。出しますね。出します。はい、出します。はい、はい、まあ、紹介とかできればですね。そうですね。はい、じゃあまたまたで終わっちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。